はい、どうも、ザッポー、スペンです。さあ、今回もね、みんなでバトルやっていきましょうかね。なんか、スカート。なるほど。スカートでいきますか。いやー、まだ衣装ね、やってないんだよね。どこかでちょっとやって、Cランクに上げたんですけど、ランクを。ちょっとみんなでバトルちょっとやっただけで、衣装とか変えてないのでね、まだ。まあ、その辺は、次、やっていきますか。あー、やっちまった。何やってんの、おいおい、おい。あー、そういうやつか。なるほど。わかった。ここへキノコ取ればいいんだな。よし、俺も土管の中に入って。なるほど。コイン、コインいらんだ。コインいらんわ。スターあるじゃん。いや、スターとか知らねえし。まあ、ここは慎重にね。慎重に行くことやね。あやせ、継続は力ないじゃないな。まあいいや。慎重に行くことやね。まあ、他の人をね、上回っていく。というね。嘘ー、もうゴールだったな、そこ。知らないし、それは。そこがゴールだったら終わんじゃん、まさか。マジかー。いやーねー、まさかねー。そこゴールか。いや、慎重に行ってね。いや、この席のためにね、パワーアップを温存しとこうと思ったらまあ、むちゃくちゃダッシュで行った人がいて、あ、やっぱ案の定ダメージ変わったなって思ってたら、その先がゴールって。いやー、それまで聞いてないよ。さっきやりましたね。キノピコ。よし。ワールド101、土管平原。パイピーヒール。なあ、土管平原か。まあ、土管がたくさんあると思うんで。なんでしょうかね。パックンのができますかね。とりあえず、まあ、この、最初クリームを安定してよくできて。あ、ちょ、キノコ倒せろ、俺でも。いや。まあね、焦ってもしょうがないと思うんで、こういうのは。あ、土管から、ね、敵が出てくる感じが、やっぱ。あ、やばい、パックンもいるんだね。まあ、土管といったらパックンですよね、やっぱ。よし。なんか、地味に後ろこうだね。あー、あー、旗を取って、大きくやって。よし、ファイヤーフラワー。ファイヤー。さあ、炎の火の玉を、投げていく。嘘！ちょっと火の玉当たらなかったら意味ないじゃんって。あー、もう。ゴール。あー、シーティーティー。あ、しやった。あー。で、せっかく余裕あったから頂点にゴールすればよかった。もう地面花火上がりましたね。さあ、よし。さあ、1位取りましたね。さあ、この調子でどんどん行きましょうね。ドンキーコング、ブンブン倒せがゴールか。え、ちょっと待って、これ、ブンブン倒してからゴールってさ、え？倒した人以外も、ちゃんとゴール条件を達成できるのか？まあいいや。どうせブンブン倒すことになるんでね、まあ焦ってもしょうがないと思うんで。多分食うだろ？ノコギリ。あ、来なかった。あー、そういう風に食うのか。え、ちょっと待って、これ。あー、これめんどくさいやつだな。あ、しまった。あ、あー、群れ消えとった。あー、ブンブン出てきたな。ゴールされたー。ありがとう、ありがとうだよ。ありがとうって言うだよ。いや、勝者が敗者にありがとうっていうのは侮辱やろうが。くっ。あっ、次。で、ブンブン倒すのにドンキーコングがあるな、名前が。あ、確かにあれですよね。あのギミックってドンキーコングですよね。いや、よく考えると。だから、ドンキーコングって垂れ落としてくるじゃないですか。だから、ブンブンがドンキーコングで、で、それであの、ノコギリが垂れってことが。ああ、よくできとんだ、このコース。今、普通おっしゃってから気づいたけど、おっしゃったらいいね、おっしゃかったら。それ、次。で、決まりましたね。
マリオ。イージー。簡単なんですね。わかった。よし、簡単なんだな。言ったな、お前。簡単なんだよ、このボス。言ったな。よし。試してやろうじゃないか、その簡単さ。もう絶対簡単じゃないじゃん、これ。反転コースとかさ、なんだ、気持ち悪いって、これ。あー、ちょっと。あー、無理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 。ちょっと待って、これ動画にして大丈夫？気持ち悪くないこれ。反転してるの。マリオなんだよな、俺は。大砲は下にでも、下っていうか、あ、これやったことがない。そんだからば、ここをダッシュしていく。何があるんだ、この先に。え、なんもない、なんもない、なんもない。もうこれ紫なんもないのか。あの大砲を一番先に抜けた人は勝ちってことですかね。ちょっとギリギリ見えてる。ギリギリ見えてる、この悔しさ。確かに簡単ではあるんだよな、あれ。あの大砲さえクリアすれば簡単ではあった。確かに言う通りなんだけどさ、もう何なんだよという。こいつさ、イージーとか、あれさ、イージーとか言ったんだけど飽きただけだろ、コース作るの。だって最初の方とかちゃんとさ、あの手で掴むやつとかさ、大砲とか設置しとったじゃん。もう飽きたんだろお前。なんとなく主要素の逆コース作りたかったんだけど飽きたんだろ。そんで飽きて適当に手抜きでイージーってコースにしたんだろな。ああ、決まりましたね。キノピオ。キノピオですね。はい。簡単すぎるスピードの。よし、簡単なんだな。分かったぞ。よし、行ったな。簡単なんだな。さっきのイージーもそうだけど簡単なんだな。よし。簡単すぎるスピードなんていうのは、もうただ単に走ってれば敵とか出てこないと思うんですよ。簡単だっていうなら。あ、しまった、やっちまった。引っかかった。あ、多分ね、そんな引っかけとかもないと思うので、この一番前に、常にこの、嘘、敵出てくるんじゃねえか。簡単っていうのは嘘だったのか、おい。あ、俺、キノピオだ。ゲストって踏めないの？ゲスト地上からだったら踏めると思ったのに。地上からでもゲストを踏めないのか。もうゲスト厄介すぎるんだよ。踏めないし早いし。さあ、こういう記録を取っていく。ええ、まあ敵が出てくるってことは分かったのでね。まあスピードランとは言っても慎重にいきましょう。慎重にスピードランしましょう。ああ、もう無理だと思う、これ時間的に。いけやろこれ。慎重に、慎重に行こう。あー、ゴールされたー。あー、見える見えるよ、ゴールが見えたよ、俺。うっそー。一回やらなければな、勝てたな、お前。スピードなんじゃないだろ。だってスピードスイムだったね、最後の方。泳ぎだったね。あ、だからカッコハテなんだ。そうだよな、泳ぐんだもんだ。なんじゃないもんだ、スイムだもんだ。あ、もうそのね、ここでカッコハテナをちゃんとつけてね、ダンではないということをね、ちゃんとね、示していくね。そのね、ネーミングセンスは書いたい。何だと。もうむっちゃ工場だ。むっちゃ工場だ。今完全に、なんか集中してなかったけど。この上走った方が早いんじゃないかな。Bスイッチ。死滅してたぞ、あいつ。よし、黄色の中に入って。何どうすりゃいいの。あ、鍵がある。鍵取っとこう。はい、旅館に入る。あれ直せって言われてもさ、何これ何やればいいの結局。やり方わかんねえ。どうやんのこれ。
え、あ、これ落ちたら鍵もなくなるのか。え、これそれしようないでしょ。あ、これゴールできるじゃん。やったね。あ、おっさきあー、あー、ゴール。よっしゃ。いやー、一回死んで鍵がした問題になった時は横取りされるんじゃないかと思いましたけどね。ゴールゴール。マジやば。確かにやばいと思った。最後の方はやばいと思った。はい、まあね、今回は怖い。それでは、また、この、